先日ですね、築地市場が閉場したじゃないですか。で、その後で、まあ、用事がありまして、ちょっと築地に行ったんですよ。まあ、そ個人的な、本当に個人的な用事で行ったんで、中を特に紹介するような動画みたいな、まあ、築地全体のね、動画撮ったんですけど、築地市場のその場内の映像は特に撮らなかったんですね。で、中の様子は見てきましたらね、もう、仲卸の業者さんたちが、まあ、だいぶ出払っていて、で、まあ、残ったわずかなところにこう、区画があって、まだ荷物が少し残っているという状態。まあ、完全に出払ってるってわけじゃないけれど、3分の1から3分の2、まあまあそのぐらい、ちょっと振れ幅が大きいですけどね、そのぐらいの人たちがまあ出ていっているかなという感じでした。で、築地市場はだいぶ古くてですね、まあ、大変なところもあるんだけれど、まあ、あの辺りがまず町として築地という町がね、お魚ブランド、まあ、お魚だけではないですが、特に海産物ですね、そういう水産物でもう随分と完成しているようなところでしたから、やっぱ築地というものに愛着のある人もたくさんいると。で、また豊洲市場もですね、私ちょっと、まあ、写真が出てますけどね、まあ、豊洲市場の方にもちょっとだけ連れてもらったんですが、豊洲市場も、まあ、中までは入ってませんけれど、こう、なんかこうありますよね、ノコギリ、マグロをこう解体するのにこう狭すぎると、まあ、確かに狭いらしいんですよ。で、豊洲にはいろいろまだ問題があって、それから動線が人間がこうとことこ歩いていくような形はしていない、ちょっと難しいところがあると、まあ、もちろん敷地は広くなったし良くなった面もあるけれど、まだまだ整備が途中であるというのが、まあ、豊洲に対する感想で多いものなんだそうです。で、まあ、それはとりあえず前置きの話をしまして、でですね、その終わった日に帰りの電車の中で、私はなんだこれはと思ってすごいものを見かけたんですけど、築地市場閉場の反対派の人たちがですね、築地で、10月11日というのは本日でして、本日から東京中央卸売市場が豊洲に移転したわけですが、豊洲市場の開場に合わせて、築地市場の解体も始まり、その解体が始まるその日にそこで、強行営業をすると。店はね、これ強行営業と言えるのかどうかは、まあ、後ほど説明しますけど、とにかく、閉場してもはや人が入ってこないはずのその築地の中で、今回実際に営業したのは5店舗だったようですが、5つのお店が、仲卸の問屋さんが営業をして、そこにですね、買い物をしに行く、そういうお買い物ツアーというのを実施するという予告を見たんですね。これマジでやるのかと思って見たんですけど、マジでやったんですよ、今日の朝。私覚えてますよ。確かね、築地7時半が集合の予定だったんだけど、それが8時に変更になったとか言ってね。で、私、大学が今日、昼じゃないけど、10時半からだったんですよ。だから、まあ、朝行って見てくることはできるなと思って、いや、入りませんよ。もはやね、私は関係者じゃないから、先日用があった時は、まあ、一応関係者ではあったわけですけど、今回は用があって行くわけじゃないんで、築地の中にはもう入れなくて、まあ、仲卸業者とその関連の人しか立ち入れないんですけど、その、中にですね、入ってったんですよね、普通の人がね。で、そのまんま入っていき、買い物ですと言って、それで中で実際に営業をしていた、海産物の卸売の業者さんのところへ行って、物を買うということをやったんだそうです。で、当然そんなこと認められるはずはないです。東京都はダメって言ってるんですよ。だから、こうやって入らないでくださいっていう風に、築地の入り口で、私もね、築地へこの間入るときに、そういうことをやってらっしゃる方がいるのは見ましたが、そういうところ、こう、無理やり入ってくるんですよね。まあ、具体的にどのように無理やり入ったかまでは、まあ、わかりませんが、ただ映像である程度、こうやっている横を平然とこう通っていく様子が出ていました。そして、まあ、なんでまずそんなことやってるのかっていうと、築地市場のその営業権というのを、東京都から、剥奪とは違うけれど、もうあなたの営業権はもうこれでおしまいですよ、確認しますみたいな、そういう確認の念書みたいなのを一旦全員が提出したんですけれど、それが全員出したのかな、確かね。撤回すれば別に自由意思なんで、撤回の書類サインしてこれ出せば、築地市場での営業権をまた再び取り戻せると。営業権を持ってんだから営業していいだろうと。そして営業権を持っていて、営業している店が中にあるにもかかわらず、そこに客が行ってそれで買い物をすることはできるはずだ。なのにそれがこう関わらずその入れないという風になっているのはおかしいという理論で、築地市場にですね、強行入場した人たちが、本日の朝たくさんいたわけです。どうもね、見た限り結構な数いたらしいんですよね。いやー、さ、わかりますよ、その築地、私だってね、築地は好きですから、こう独特のこのカーブしてある鉄道マニアなね、人も結構あれ好きなんじゃないですか。築地って昔の国鉄の戦前のですよ、戦前の国鉄の貨物駅の特徴を残してるんですよ。昔築地って駅だったんですけど、だからね、あんないい歴史遺産みたいなものはないと思うんですよ。見てね、感動的ですよ、あれは。いや、行きたいなと。
思うんです。いいところになったらなくなっちゃうんだとかね、中を見てても、まあ、すごい昭和時代のね、昭和初頭のコンクリート製ですよね。それでこう、薄暗い感じで、ね、このあと上のこう、屋根の様子とかね、とってもいいんですよ、築地のあの雰囲気。別に私は築地の市場の中で、場内で買い物をしたことはただの一度もありませんが、でもあそこのね、雰囲気をこう歩くだけで、まあ、あそこでこう、ああ、昔の雰囲気が残ってる市場は今日もやってるなとか、まあ、大体私、起きるのが遅いので、午後ぐらいに行くことが多くて、市場がやってられる時間は過ぎるんですけれど、で、その後で、場外に下校なんかこう食べてね、それで帰ると、あっちの店はぼったくりだけど、こっちはちゃんとした店だなとか言いながら、まあ、帰る。で、有楽町でまたとかね、銀座とかいうのが、東京こうね、楽しみの一つなわけですよね。その築地がなくなるんですよ。そんな寂しいに決まってんですよ。で、まあ、だからそこでね、行って、それで、築地がなくなっちゃうのは寂しいから、解体しろとかね、跡地の、なんか解体するのはやめろとか、なんかちょっと保存してくれよとか言うのはわかるんですよ。それは私もね、保存してほしいとは思うんですけど、でも、まあ、結局決まったものはもうしょうがないですよね。それに、まあ、保存してほしいとは思うけれど、現実的ではないような気もするんですよ。東京のど真ん中で。跡地の活用の予定がないんだったら、まだ解体しなくてもよくないという気もするんですけれど、そこはもう大人になるしかないんじゃないのかな。だって、豊洲市場の方でもう、ほとんどのね、あんなたくさん入っていた業者のほとんどはもう豊洲の方へ行かれたんですよ。で、豊洲で、まあ、もうわかんないけど、結構私もね、その関連の話聞いたんですけど、そりゃまあ、不満みたいなものはいっぱいあるよ、あるけれど、まあ、ともかくやってみて、もうあとはやるしかないとやってみようよし、みたいな感じでですね、仲卸業者の皆さんも、もうここは意を決してらっしゃるらしいんですよ。そういうところで水を差すような、ことはね、ちょっと私は、ふさわしくないんじゃないのかなと、いうふうな気がします。理屈は、まあ、通ってるといえば、まあ、多分通ってるんでしょうね。だから、まあ、確かに、東京都が立ち入りを禁止しているようなところなんだけれども、そもそも立ち入りを禁止する前に営業権を持っていて営業している店があるのに立ち入れるのかっていうのはあるんですけど、理屈が、通ってると、理論的に反論することは難しいので、まあそうしたいんだったらば、それは確かに止められないことなのかもしれませんけど、でももうみっともないから築地のことを諦めようよというふうに、思いません。多分、皆さん思いますね。特に、私はまだ築地にはかなり愛着があるけど、愛着のない方は何やってんだあいつらって感じでしょ。東大の安田講堂に入ってね、それでなんかこう、放水されてるのと、なんかこう、パッと見変わらないというか、まあ、やってることは同じなんじゃないのかな。なんか学生運動とかね、また何かこう、権力への反抗みたいな、そういうのが好きな人っていますんでね。なんかそれに近いようなものを私もちょっと感じてしまうわけですが、どうなんでしょうかね。で、まあ、あんまりこういうことばっかり言ってても仕方ありませんけど、まあそうだな、築地は確かに魅力的だったし、今後も場外市場が残りますんでね、築地の場外の外にはいろんなね、こう丼屋さんとかあるじゃないですか。ああいうところはまだあるんだから、そういう風なことをやって多少ね、人目を引くようなことも、まあ、いいのかもしれませんけど、でもまあ東京都もあれなのかな、確かに豊洲市場に不便なところが多すぎたので、それでそんなまたわけのわからないことを招いちゃったのかもしれないですね。あと築地市場がですね、あまりにも産業遺産として の価値を高めすぎたんじゃないのっていう気も、まあちょっと正直するにはしますね。80年とか同じ場所で営業してると、もう生まれた時から築地じゃないですか。まあ愛着のあるっていう人はね、たくさんいるとは思うんですよ。特にやっぱりその映像を見ると、おじいさんおばあさんが多かったみたいですね。まあ、どういう人が実際にね、その素性までは分かりませんけど、言ってるのか知りませんが、でもまあ昔から築地って、私もね、祖母に動画にも出演しましたけど、祖母に築地連れてってもらったこともありましたよ。でね、築地行ってね、確かマグロを食べたのかな、でお土産にたくあんを買ってきて、私の母になぜ築地に行ったのにたくあんを買ってくるんだとかね、そんな思い出ありましたね。あん時は場内で買ったのかな、もしかしたら唯一の場内での買い物かもしれない。まあそれは祖母に聞いてみればはっきりしますけど、まあでもいろいろと言いましたが、中央卸売市場がですね、今後は豊洲ということで、豊洲もいろいろ設備が新しく、また衛生的な場所であるということは、それは築地と比較しても随分とね、条件がいいようです。ようですという言い方にしたいと思います。私はそんな専門家ではありませんので、完全に素人ですが、そういう話を聞いたというだけですね。あと豊洲も大変だと思うけど、まあ、ともかく始まりましたんで、困難を乗り越えてですね、また美味しいお魚を豊洲から、あちこちの、東京中のですね、お店で、美味しく味わえるようにやっていただきたいなと思うもんです。
今後は築地と豊洲の二大看板みたいになるといいですね。あの場外市場の方にもですね、知り合いの方がいらっしゃいますんで、あのそちらもまた合わせて繁盛していただき、そしてまた築地市場に変わる豊洲市場と呼べばいいのかな。だから豊洲市場という方ではね、あの報道でしかしてないんですけど、あの築地市場というよりは築地市場という方があの的確な言い方らしいということはずっと前に聞いたことあるんですが、あの豊洲も豊洲市場と呼ぶべきなんですかね。あのまあそれでも何でも、あの立地があの今環状2号線があそこにあるやつがあのまた今あの一般道だけになって晴海通りからしか行けないようですから、ちょっとあのアクセスが悪いと思うんですけど、あの美味しいお魚を皆さん仕入れていただいて、私も好物ですんでね、また味わいたいところです。まあ最後はこんな感じにしておきます。ちょっとあれやばいよなというね、あの築地市場が好きな私でさえそう思いますよ。そんなところでした。どうもご視聴ありがとうございます。